イケル・ジャクソンが、ローリング・ストーンズが、そして美空ひばりが多くの観客を魅了してきた舞台、東京ドーム。今宵も全日本プロレスの占領役者がファンの心をつかみます。日本全国場所は変われど楽しさだけはただ一つ。カラーボールが投げ入れられると大野コールに手拍子に、巨人を拝めば16問。しかし勝敗以上の深いものが展開される30分。悪役紹介、福地正信、永遠遥か、菊池剛の入場です。そしてファミリー軍団、テレビの前でさあ叫ぼう。ジャイアント馬場を兄貴と慕うラッシャー木村、その固い絆はその名の通りファミリーのものであります。力道山の血を引く桃田美園もまたファミリー。今宵このファミリーには全日本のエース、完全無欠ジャンボ鶴田が加わります。ファミリー軍団、ジャンボ鶴田、ラッシャー木村、桃田美園の入場です。威風堂々東京ドーム、全くその大きさ、そして偉大さはこのドームの大きさに負けておりません。ジャンボ鶴田、現元オリンピック、モントリオール、そのより高く、より強く、この五輪のマーク、背中に大きく生えております。ワンコーナー230ポンド、菊池剛。火の玉小僧、菊池剛。250ポンド、永遠遥か。占領役者だ、永遠遥か。235ポンド、藤正信。ジュニアの魔境、藤正信。我がコーナー220ポンド、桃田光雄。力道山ジュニア、桃田光雄。250ポンド、ラッシャー木村。燃える闘魂、ラッシャー木村。275ポンド、ジャンボ鶴田。完全無欠のエース、ジャンボ鶴田。全日本プロレス中継 5.1 東京ドーム大会、全日本プロレスの創立25周年を記念して行われます。この東京ドーム大会、格闘技の殿堂が後楽園ホールでありますのでは、ここ東京ドームは大衆娯楽の殿堂であります。その東京ドーム、30分一本勝負で行われますファミリー軍団対悪役紹介の一戦です。リング中央、ジャイアント馬場を中央に、左に桃田、右にラッシャー。青コーナーにどっかりと腰を落とすのは永遠遥か、その左に淵正信、画面右ロングタイツは菊池剛。さあまず先陣を切るのは永遠と、そして話し合っているファミリー軍団。さあ誰が出るんだ。どうやら桃田が、いやラッシャーが行くのを抑える桃田。桃田が前に出る。レフェリーは福田。さあ先陣を切るのはエーゲン、そしてモーター。リング中央、ゴングが響く東京ドーム。やはりこの王のコールから始まりました。ファミリー軍団と役役紹介、東京ドームの最高尾の一番高いところのお客さんまで一緒に右の拳を上げています。ドームを一体にするエーゲン。さあ桃田もトップロープ、エーゲンがセカンドロープなら桃田はトップロープ。ライバル心を燃やしますこの2人。さあロープに飛ぶ、リングを大きく使う。見せます、見せます、エーゲン遥か。さあ組み合います、バックを取ったエーゲン、持ち上げる、打ち上げきれない。コーナーへ、そして早くも菊池だ。菊池が入って桃田へヘッドバット、さらにチョップ、ロープへ振った、いきなりゼロサンキック、カバーに入る。さすがにカウントは入りません。がっちり組み合って今度はラッシャーが入ります。さあ菊池の宿敵ラッシャーだ。ラッシャーはこの
菊池の雄たけびの前に歩みを前に進めることができるんでありましょうか。全日本プロレスおなじみになりましたファミリー軍団対悪役商会の一戦です。遡ること9年前、ジャイアント馬場とこのラッシャー木村が義兄弟のちぎりを結びファミリー軍団を結成すると、菊池永元、そして亡くなった大熊元さんが対抗するために悪役商会を組みました。それからもう9年、この全日本プロレスの明るく激しく楽しいプロレス、その楽しさを一身に担っております。さあ菊池がラッシャーの首を持ってタッチ、中に入ったのが淵です。淵正信、かつて世界ジュニア14回連続防衛したことがあるこの淵正信、183センチ、105キロ、現在44歳。さあ早くもジャイアントスイングの体勢だ。恐れている木村、がっちりと拳を握ります。さあ持ち上げる、持ち上げる、回す、持ち上げた、また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 、ドームで回った、ドームで回る、6回、ドームで回りました。さあ仕切り直し、もう一度3回回った。今度は口から永元へタッチ。さあ永元もチャレンジします。178センチ、110キロ、永元遥か。3回、5回、7回、9回、回しました。永元の頭の中が右回転しております。さあ菊池にタッチをしました。菊池剛、試合前、僕は顔でファイトをするタイプ、一番後ろのお客さんにも楽しんでもらえるように頑張りたいというふうに語っていました。その表情をどれだけ見せてくれるか、この表情です。顔と声でレスリングをする全日本プロレスのレスラー、ラッシングラリアット。おっと、ラッシャーが右の拳、ベルドッキングヘッドロック、東京ドームで披露しました。さあ入りました、ジャンボ鶴田、ボートに行った、ジャンピングに、東京ドームが再び王のコールで一体となりました。ああ、これは痛い。は、思わずハイハイをして青コーナーに戻ります。菊池、さあ淵が入ります。バックを取った、腕を取っている。さあこの腕を取り返す、腕の取り合いだ。ニーリフトからフォーとキシンシンク。さあ下腹部を抑えています、井の当たりを抑えている。しかしここはミドルキック、さらにコーナーパッドへ、片足をコーナー乗せている、かかとへ落としていきます。このままコーナー、青コーナー、赤コーナーへ。さあ2人を振った、ダブルの逆水平、カバーに入る。カウントは1つ、力強いタッチです。さあ桃田と永元、ヘッドバット、おっとリングした、リングした、リングした、東京ドームでも、あるいは永元が飛ぶんでありましょうか。さあ菊池が無理やり永元を引きずり剥がそうというところ、永元まだ飛ばない、
さあ桃田のところへ菊池が飛んでいった。リングさん転落、ペーゲンの1、リングさんさあ三振、客席へ向かって松井のホームランのようなライナー性のツバ飛んでいきました。東京ドーム、まさしく東京ドーム、今度はブライアントの天井ホームランにも匹敵するようなツバ、素晴らしいツバ攻撃、東京ドーム。さあエーゲンがトップロープへ向かう、おっとバランス崩した、バランス崩した、どうもどうもレトレードライブ、木村が入ります。さあ青コーナーに追い詰められました。菊池剛、177cm、92kg、33歳、ひたすらラッシャーの首筋、エルボー、ヘッドバット。東京ドームのこのお客さんと一体感を見たい、ラッシャーのど元へ、赤コーナーに追い詰めたラッシャー木村、本名木村正夫。さあこのパンチ、ドラマとともに東京ドームに響きます。そして鶴田が入る、初代三冠ヘビー級選手権王者、 TWF、UN、インターのベルトを一本にまとめた鶴田、88年6月10日日本武道館で PWF とインターの2つのタッグのベルトをまとめました。そして89年4月18日大田区会議館で三冠を統一、初の五冠に輝きました。さあ今度は淵が鶴田をジャイアントスイング1回2回、4.7回、鶴田の髪が立ちました。さあ後ろを取っている、鶴田の左腕を取っています。山梨県氷川高校時代にはバスケットで、あーっとここでエルボーを落としていく、もう一度、さあ淵が弱ったところロープに振ってジャンピングに、さらに菊池エルボー、エルボーが加わってのさあひねっ、あっとここでエーゲンが入る、エーゲンが入ります。菊池がたまらず菊池にタッチ、さあ菊池のエルボー、共にアマチュアレスリングで鍛え合った2人、かわすハイキック、かつてはこの鶴田のエルボー、菊池の顎の骨を外したこともあります。あ、右手を上げた、さあここで来るかな、ジャンボのバックトラップ、菊池大の字、東京ドームの天井を見つめました。さあ鶴田が桃田にタッチ、グレーのショートタイツ桃田、エルボーバックを取った、桃田のバックドロップの前にエーゲンカットに入ります。木村も怒る。さあ木村がリング下に転落、エーゲンが転落、リングの中では菊池と桃田、エルボー、さあそして後ろ取っている、力もう抱え上げる、あ逆に丸め込んでいった、桃田カウント3、9年目のファミリー軍団悪役紹介 5.1 大衆娯楽の殿堂東京ドームでファミリー軍団悪役紹介地位を決する戦いは、菊池が丸め込まれたファミリー軍団、全日本ファミリー軍団が勝利を収めております。最後までご視聴誠にありがとうございました。高評価チャンネル登録よろしくお願い申し上げます。大変励みになります。またご質問等はコメント欄にて残しておいてください。はい、ありがとうございました。